いやもうさ、韓国って本当にショッピングが楽しいわけよ、もういっぱい買うんだから。いっぱいお金持ってきた？持ってきましたよ。当たり前じゃないですか。いやそこでね、私、はい、欲しいものがあって、実はその靴、私ちょっと足が なんかね既製品じゃ合わない足の形してて、だからなんか韓国ではオーダーメイドの靴が安く作れるらしいのよ。オーダーメイドですか？そう、オーダーメイド。自分の足にぴったり合った靴を作りたいんだけど、韓国が安いって言って、私調べてきたから、お店を行かない？行きたい。行こう。行きたい。これからまたね、新しいお店が増えてくるんじゃないかっていうエリアらしいよ。こちらです。お、ドン。え、ほら、なんかめっちゃおしゃれ。ハンドメイドって書いてあるでしょ。うん、ここで靴作れるんだって。へー、行こう行こう。ここで、ここで作ろう作ろう。私足のサイズが変で、幅広で高高なので、幅広で高高で縦の長さは短い、へー、だから既製品はどの靴も合わないから、どの靴も欲しいわけこれだけは履いてみたいっていう靴あるんですか？むずいよね。どうする？とりあえずでも 見てみて可愛いのがあったら作りたい。それじゃあ見させていただきます。すいません。いや、こういうのもいいよね。何がいいって、このちょっとしたシワのシワ加工がいいですよね。うんうん、かわいいかわいい。しかも軽い。うん、あ、軽いんだ。あ、軽い。かわいい。こんなもあるよ、こんなも。かわいいデザインが。私はこういうの時の悩みは、もう足首が太いから食い込む。ここがもうここら辺までしか締まらないみたいな悩みあります。だからここもだっていいんでしょ、きっと、オーダーメイドだから。置いてあるだけでも相当悩む。これ。うん、これかわいい。これ使いやすそうだ。閉まんねえけど、いつもは閉まるようになるってことですよね。私は1個これと。いいね、いいね。既製品でぴったり。かわいい。かわいい。かわいい。いやいやいや、これください。でもなかなかないデザイン。うんうん、かわいい。きつやば。ここもダメだ。ここ親指だから多分サイズはそんなに変じゃなくて、ここが全部きついです。でもきつそうなのが伝わってくる、うん、やば。わかります。え、そんなバカなえ、だってこういうのって黒と白しかなくない？ベーシックな色のイメージですよね。あとまあグレーあって、グレーとかカーキとか、こんなに？しかもこれ質感も変わるの。わ、本当だ。これ違う。これで皮はこれにしたいです。こういう色。クンジクさん。はい。ヨガタオルにデザインを入れてる。はい、よろしくお願いします。変えたー。よかった、よかった。サイズもぴったりでした。すごいよね、うん、そのまんまでいいじゃん。よかった。いい買い物。私もちょっと日本に届くの楽しみ楽しみですね。ちょっとお腹すきません？え、あのさ、むちゃくちゃ空いてる。甘いもの食べたくないですか？めちゃめちゃ食べたい。人気のドーナツ屋さんがあるらしいので、行ってみません？行く。ドーナツ食べる。よし、じゃああっちです。オッケー、行きましょう。ドーナツ、ドーナツ、ドーナツ。なんかさ、
ここら辺ちょっと日本で言ったら裏原宿みたいな感じするね、うんうん、お店がギュッて詰まってますよね。そうそうそう、いろんな細かくお店があって、うん、人気のドーナツ屋さんがここにあるんです、うん、あ、これこれです。へえ、可愛くないですか。確かに。あ、映えスポットだ。そう、映え映えカラフル。へえ、すごい、可愛い。うわ、うわ。いい香り。カラフル、色鮮やか。うわ、ドーナツね。ちょっとさ、可愛くないですか。長いんだ、うん、丸じゃないんだね。確かに。へえ、ね、味めちゃめちゃあるんだけど。すごい。どうしよう、一番人気とか聞いてみる。あ、いいですね。ありがとうよ。あの、一番人気の味はどれですか。저희시그니처는유니콘이고요유니콘ルードクリアムス。これユニコーンはこれ何味なんですか。何がかかってるんですか。キャンディバアイスクリームサイダー향추가된味라고생각하시면돼요。どれが気になる。なんかのピンクとか可愛い。ストロベリーチーズケーキ、それにしよう。私じゃあティラミス。いただきます。わんぱくな食べ方するね。ふわふわ。あ、そう。へえ。これ上なんなのこれ。チーズです。チーズクリーム。へえ。ここがチーズの。そうです。チーズケーキの部分。うん。はあ、なるほど。ちょっとすごくないティラミス、なんか。絶対美味しいじゃんこんなの。いただきます。うん、うわ、おいしい。マスカルポーネチーズがこれクリームが乗ってで、しっかりこれもチーズ感が出てるし、うん、あともうドーナツがカリッと外側が上がってて中がムチンって感じ。めちゃくちゃおいしいこれ。そういえば、うん、近藤さんってゴルフやりますよね。やる。めちゃくちゃ大好き、うん、ですよね、うん。で韓国で2023年の5月にスポーツ祭典、うん、知ってます。スポーツの祭典があるの、うん、アジア、うん、太平洋マスターズゲームズっていうのが開催されるんですって。世界のスポーツ愛好家の大祭典2023ジョンブクアジア太平洋マスターズゲームズ、大韓民国のチョンラプクトで開かれます。26競技で繰り広げられるスポーツ愛好家の友情と和合の祭典、スポーツと五感満足の旅行を一緒に。2023ジョンブクアジア太平洋マスターズゲームズ。30歳以上だったら世界中の誰でもが参加できるんですよ。え、じゃあ私ゴルフ参加できるってこと。そうなんです。もうしかも1万人以上参加してるすごいビッグな祭典なので、これ出た方がいいですよ。もうなんか出ることがお祭りみたいなもんだもんね、うん、スコアは別にいいか。公式サイト送っとくので、うん、もうちょっと見てみてください。見る、見て、うん、参加してまたこの旅をなぞればいいでしょ。